とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、タワー攻略してますでしょうか？俺もだいたい、行けるようになってきました。で、今日は、どうしてもやっぱり行けないっていう人がいると思うので、攻略をやっていきます。30回やって、全部一発で出すとかなりの長さになってしまうので、5回ずつやっていきます。1回から5回、5回から10回、そういう感じですね。では、まずは1回から5回行きましょう。それでは1回から行きましょう。1回に入りましたら、まずはエンチャントをつけましょう。おすすめは働き鉢ですね。まあ 20% の確率なんで、そんなに出てきてはくれないんだけども、出てきた時がターゲット取ってくれるので、結構役に立ちます。で、ここが、クリーパーと、エンチャンターが要注意の敵です。その二人は注意して戦っていきましょう。特にエンチャンターは、敵がね、かなり強くなってしまうので、率先して倒すようにしていってください。うん。あとできればクリーパーは食らわないように戦いましょう。うん。2発ダメージを与えれば倒せるので、なんとかね、食らわないようにいきます。でも、まあ食らったとしても、ポーションで回復すればいいので、大丈夫です。で、一面の一番難しい略奪者も倒しましたね。今回はパワーポーションが出てるので、結構簡単に倒せたんだけども、まあ、ポーションを使っていけば、パワーポーション出てなくても、全然いけると思います。うん、いい感じに蜂もね、召喚できてるね。はい。とりあえず、1回は攻略完了です。まあ、1回は簡単だよね。そして、報酬です。ここは報酬は取りません。エンチャントポイントを取ってください。そして2階に入りました。働き鉢を2に上げましょう。はい。で、こう、ギロチンの手前でね、戦うと敵にうまいことダメージが入っていくので、おすすめです。で、クリーパーは要注意。だけども、働き鉢が入ってると結構ターゲット取ってくれるのでお得です。働き鉢は最初の方は結構役に立つので入れておくといいですね。まあ、なくても全然いけると思うけどね。なくても全然いけると思うけども、あると保険になるのでいい感じですね。わお。あと1体のレースでおしまいかな。はい、2回はクリアでーす。まあ、とにかく火ダメを極力少なくしていきます。うん。まあ、どうしてもね、やばくなったら、こういう壁際とか、そういうところで、戦うようにしてください。矢がね、当たらないので、安全です。2回クリアの報酬も取りません。エンチャントポイント取ってください。そして、エンチャントしていきましょう。雪玉、つけます。はい。雪玉はね、やっぱりどこに行っても役に立つエンチャントとなってます。まあ、1だったらそこまでね、雪玉が発生しないんだけども、次の回に行くと、雪玉2まで上げることができるので、いいですね。で、ここで倒して、もう1回ここに召喚されるので、ここで待ちます。はい。まあ、特に強い敵でもないので、この3回は余裕だね。いきまーす。こういう風に雪玉が結構発生してくれるので、敵がピヨって火ダメも少なくなっていい感じです。ゾウ！あと2、3体かな？うん。雪玉も蜂も出て、めちゃめちゃいい感じです。はい。まあ、ここは特に問題なくクリアできるよね。クリアです。で、そして、ここのアイテム。
また取りません。いりません。で、そして、エンチャントで、雪玉、2まで上げましょう。雪玉2になると、もうかなり強くなるので、火ダメがだいぶ抑えられると思います。ここはね、あまり前に出すぎないように、戦っていきましょう。敵がね、結構多めなので、あまり前に出ずに、戦っていくと、いい感じだと思います。しゃ。あれい。うまいことね、蜂が出てきてくれると、いいんだけども、ちょっと出てこないな。よし。オッケー。で、TNT とか出たら、これはもう率先して、使っていってください。かなり役に立ちます。あれ。よし。下にエンチャンターがいるので、そこは注意が必要です。エンチャンターは注意。敵がマジで強くなるんで、本当に気をつけて戦っていってください。いったかな？うん。TNT とかをうまく活用して、倒していくようにしましょう。まあ、出ない時もあるけどね。出ない時もあるけども、まあ、エンチャンターは、ほんと早めに処理するようにしていく。わお！上にもいるんだよね、ここ。エンチャントがかかってる敵は本当にやばいんで、注意していきます。エンチャンターから先に倒して、で、あとは安全なところから倒していきます。よし。はい。クリアかな？とりあえず4回です。ちょっとね、エンチャンターがめんどくさい敵なんだけども、まあ、早めに、極力早めに倒すようにいきます。その前に、武器、ようやく変わります。星なき夜、取ってくださいね。OK。で、星なき夜、エンチャントつけていきましょう。おすすめは、ガードストライクです。そして、鋭利も一つ入れておいてください。ガードストライクが多めの方が、生存率が上がるので、おすすめです。で、ここが、5階はゴリさんが出てきます。ゴリが出てくるので、階段を上がって、右のところで待機します。ここ。で、ここで、引きつけながら戦うと安全に倒すことができます。だね、はい、ほんとここはね、下で戦うとえらい目に遭うので上で戦っていきましょう。かなり安全に倒すことができます。うん、もう下でね、もうゴリさんとこの敵がね、ブワーって来た時に絶対死ぬのよ。なんでここは必ず上で戦いましょうね。ゴリさんも上で戦うといいです。よし、危ねえ。こいつの攻撃力はね、結構脅威なので要注意。よっしゃ、はい、オッケー。で、あと1体かな。はい、こんな感じで5回はクリアです。クリア後の報酬なんですけども、ゴーレムキット、取っておきましょう。ゴーレムはめちゃくちゃ役に立ちます。はい。ということで、1階から5階まで、攻略してみました。1階から5階ぐらいでは、ほんと死なない方がいいので、こんな感じでやってみてください。まあ、一番注意するところは、5階かな。下で戦ってしまうと、どうしてもやられてしまうので、上で戦うようにしてください。では、次は、6回から10回やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。